津田沼の学者跡地に建立された記念日千葉県立千葉工業高等学校は千葉県千葉市中央区今井町に所在する公立の工業高等学校。映画版スクールウォーズヒーローの撮影が行われたことがある。校舎の屋上には小型の風力発電機が設置してある。2013年現在の生徒数は男子592名、女子33名である。 1>, 1学年につき女子11名という比率であるが、1973年頃は全校で、女子数は5、6名であったので増えている。女子同士の中が学年を問わずとても良いとされている。女子生徒には専用のロッカー室が用意されているが、校内が広いため移動に時間がかかり、女子は体育の授業などでは集合時刻に配慮がされることがある。 2014年度から女子の同窓会が発足している。また、千葉県教育委員会のホームページに工学女子として紹介されている。JR 蘇我駅より徒歩20分、JR 蘇我駅から小港鉄道バス、千葉工業高校前下車、約3分。1972年までは小港鉄道バスの協力によって、JR 蘇我駅から 千葉工業高校の敷地内校舎前までの間を朝夕に便が運行するバスがあったが、その後廃止された。私立千葉明徳高等学校、千葉明徳短期大学、約1 7トル。ありがとうございます。